ヌナブト巡州はカナダの巡州の一つ。1993年に連邦政府とイヌイットの間に締結されたヌナブト協定に基づき、1999年4月1日にイヌイットの自治巡州としてノースウェスト巡州の一部を分割して設立された。ヌナブトとはイヌクティクット語で我々の土地を意味する。西はノースウェスト州、南は マニトバ州と接する。カナダ北部にある北極諸島の大部分を含む。ハドソン湾、ジェームズ湾に浮かぶすべての島もヌナブト巡州に属する。人口は3万1906人。州都はバフィン島にあるイカルイト。現在ヌナブト巡州のある地域には4000年前から人類が居住していた。多くの歴史学者はノース人のサーガに記述されている。 ヘルランドとバフィンジマは同一のものと考えており、したがってこの地の住民はノース人と交流があった可能性がある。1576年にはマーティン・フロビッシャーが北西航路の探検中に現在フロビッシャー湾として知られる地域にたどり着いた。これがヨーロッパ人とこの地が接触した最初の記録である。1950年代の冷戦時代には、 コーンウォリストおよびエルズミーア島への関心が高まった。その地政学的な重要性から政府はケベック州北部のイヌイットをレゾリュートおよびグリスフィオルドへ移住させた。1976年には連邦政府とイヌイット団体の間でノースウェスト順州の分割についての議論が始まり、1982年には住民投票が行われ、 分割賛成が多数を占めた。1993年には関連法案が連邦議会で成立し、1999年正式にヌナブト巡州が成立した。タンカリー・フィヨルド・シロクマ参照、ジオグラフィー・オブ・ヌーナベト参照、ヌナブト巡州の地方行政区アルビアットのイヌイット2006年の調査によれば、イヌイットが総人口の83.6%を占め、 以下、ファーストネーションが0.34%、メティが0.44%、先住民族以外の人々が15.0%となっている。準州は、州と違って、女王の名城である、副総督がおらず、その代わり同等の権威を持ち連邦政府から派遣される官僚である、弁務官がいる。一院制の議会は、正当制ではなく、 個人で選出される議員で構成される。イカルイトには幼稚園、小学校、中学校と高校を合わせて5校あり、他に2つの大学がある。一つは、ヌナブト北極大学で、アルビアートに本部があり、イカルイト、ケンブリッジベートランキニーンレッドに、キャンパスがある。もう一つは、アキチラク法科大学で、イカルイトにある。すべて公立大学であり、前者は、 コミュニティカレッジを兼ねている。ありがとうございます。